1920シーズンの V1 リーグ女子です。スターカンファレンスのゲームです。埼玉アゲオメディックス対黒部アクアフェアリーズのゲームです。アゲオがイースタンで昨シーズンは2位、そして黒部がイースタンでは4位という成績でした。さあゲーム始まりました。まず吉野のサーブでゲーム始まっています。早速リーを使っていました。ブロックには当てましたが強烈なスパイクです。シモンリーです。アンダー、またリーのところにいった壁は2枚です。強くは打てずというところ、ブロック2枚です。間を割っていきました。堀江が決めます。崩すというところはできなかった。そして今レフトからサンティアゴを打っていきました。崩された。さあアゲオチャンスで、しっかりここをミドルを使って決まりました。サンティアゴが決めました。さあアレオナーデにサンティアゴ・マラバットです。でこの人がアゲオのサンティアゴのお姉さんです。昨シーズンは東レでプレーをしました。すでにご結婚もされていてお子さんもいるそうです。サーブ伸びるサーブ、今山岸を狙っていきました。そしてライトから強烈です。そこに応えました21歳の山口朱里。これしっかり返るとチャンスがあります。強烈でした。吉野が最後は決めました。第1セット埼玉アゲオメディックスが取りました。25対21です。さあ井上もこの人セッターですが本当にサーブがいい。その通りサービスエースを決めました。そして富永バックを使ったブロックにかかる。アンダーで山岸落とす。上げを粘り勝ち。黒部はチャンスです。2段トスになりました。離れてまぶしレフトからブロックに当てました。こちらは今リベロに行きました。奥は入りましたか。ほとんどこの吉野はいつ見ても表情を変えません。これ A パス回復、そうするとこのミドルが使えます。もうブロックついていけませんでした。セットポイント上げを拾ってこれもうまく返す。ちょっとずれた。さて奥はアウトになりました。第2セットも埼玉アゲオが取りました。セットカウント2対0。ライトを使ってストレートディグに入りますが決めました。これはしっかり返った。ややずれる。さあ井上はライト選択、シュシュになる。決めました。強打ではなくてうまさで決めました。同点。このレフトから左利きのシュナルが今そのまま残ったまま、そしてリー、これはブロックに当てた。そしてリーを使ってストレート。さあ20点、黒部が取りました。バンバーが返してもう一度リーを使うがブロックは入りました。さあアゲオ逆転。バリーが前にいます。リーの方向ブロック、ドンピシャでした。今ブロックどうだったですか。今のは気持ちいいブロックでしたね、はい、アゲオ24対23、マッチポイントになります。これはしっかり返った。レフトでリーブロックアウト。追いつきました。24対24。ブロックに当てて拾った。強烈ブロック粉砕堀江。また再びマッチポイントになります。埼玉アゲオです。その堀江のサーブです。マッチポイントアゲオ。あーこれ色崩した。最後はダイレクトで吉野が決めました。3セット目結局アゲオが、逆転ということになって3セット目も取りました。セットカウント3対0。
埼玉ギョメディックスがこれで連勝としました。2勝1敗です。 I'm feeling happy and overwhelmed that we won this game because、for us it's also advantage、for final 8。はい、今日の試合勝つことができて本当に嬉しいです。で今日の勝ちは、まあ、ファイナル8に続く大きな、まあ、勝利となったので本当に嬉しいです。